春の選抜をかけた高校野球の北信越大会は準々決勝です。星稜は福井代表の敦賀と対戦しました。星稜は初回ワンアウト一塁三塁のチャンスで4番内山がレフトへのタイムリー、6番出村も続き2点を先制します。その後も追加点を挙げ主導権を握ると、6回には先発寺西のタイムリーなどで一挙4点を挙げ試合を決定づけます。寺西は本職でも本領を発揮し14奪三振完投のナイスピッチング、攻守にわたってチームを引っ張りました。星稜は7回コールドで敦賀を破り北信越大会ベスト4を決めました。なお金沢商業は長野代表の佐久長聖に敗れ、日本航空石川と福井代表の敦賀気比との試合は雨のため明日に順延されました。